手製の布製マスク、布製マスク、または布マスクは布で作られた口と鼻を覆うマスクである。サージカルマスクや N95 マスクのような防毒マスクとは異なり、規格は定められていない。また、感染経路や粒子状物質待機汚染に対する保護手段としての有効性についてほとんど調査されておらず、指針もない。しかしながら、 2020年のアメリカ科学会の研究では、複数の素材を重ねることで粒子を捕捉する能力が高まり、組み合わせによっては N95 マスクに匹敵する有効性があるという結果もある。新型コロナウイルスの流行への対策として、日本政府が配布した布製マスク19世紀後半から20世紀中ようにかけて健康管理に携わる人々によって日常的に、 使われてきた。先進国では、1960年代に、現在のサージカルマスクが主流となり、使用量を減らしたが、開発途上国では、医療現場で未だに使われ続けている。新型コロナウイルス感染症の流行で、サージカルマスクや防毒マスクの品薄により、最後の拠り所として、先進国での使用が復活した。日本の小中学校では、 給食当番がマスクを着用することが文部科学省作成の職に関する指導の手引きに記載されており、児童生徒は市販の白いガーゼマスクを身につけるのが一般的である。新型コロナウイルス感染症の流行の際の布製マスクの使用と製造に関するアメリカ、合衆国のアメリカ疾病予防管理センターの指針、再利用できる布製マスクは、 主に開発途上国や特にアジアで使われている。メルトブロー製法で形成される不織布を用いて作られるサージカルマスクや N95 マスクのような防毒マスクと交対症で有効性には限界がある。防毒マスクとは異なり、サージカルマスクと同様に布製マスクは顔の周辺の密閉はできない。健康管理の環境で呼吸飛沫を通した電線を減らす。 感染源管理として患者に対して、またサージカルマスクや防毒マスクが入手できない時に、健康管理に携わる人々により用いられている。布製マスクは一般にサージカルマスクや防毒マスクを使い果たした場合に、最後の拠りどころとしてのみ用いるよう要請されている。伝染病や粒子状物質大気汚染の双方に対して、知られている防御策として、家族環境や、 共同体環境で一般大衆からも使われている。数種類の布製マスクが商業上を特にアジアで手に入る。手製のマスクもバンダナや T シャツ、ハンカチ、襟巻き、タオルを使って即席で作れる。八重山ミンサーのような伝統的な素材も利用されている。2015年時点で再利用可能な布製マスクの使用に関する。 ランダム化比較試験や指針は存在しない。ほとんどの調査は使い捨てのサージカルマスクが普及する前の20世紀前半に行われた。ある2010年の研究は微粒子の40%から90%が布製マスクを貫通していることを見出した。布製マスクの性能は編み方の細かさや層の数だけでなく形や相性、編み方の種類によっても大きく変化する。 2006年時点で布製マスクをサージカルマスクとして使うことについてアメリカ合衆国のアメリカ食品医薬品局は認可していない。コンピュータによるシミュレーションでは飛沫の飛散、吸入防止には十分な効果を発揮するという結果が確認された。2020年には複数の素材を重ねることで粒子を捕捉する能力が高まり、組み合わせによっては N95 マスクに匹敵するという研究結果が公表された。実際にフィルターを組み合わせた布製マスクが販売されている。また、国内では理科学研究所や神戸大学、豊橋技術科学大学らによってマスクフェイスシールドマウスシールドの飛沫防止効果を測定するシミュレーション実験が実施されている。シミュレーション並びに実験の結果によれば 何もつけていない状態を100%としたとき、不織布マスクであれば吐き出す。しぶきの量は20%までに抑えられるのに対し、布製マスクは18から34%程度となる。また、吸い込むしぶきに関しては、不織布マスクが30%まで抑えられる一方で、布製マスクは55から65%となり、不織布マスクに劣るという結果が示された。 スペイン風邪の流行に伴い、マスクを着用していない人の乗車を拒否する、路面電車の運転手最初に記録された布製マスクの使用は、パリで1897年に手術を行った、フランス人外科医ポルベルジェに関係がある。マスクは20世紀前半に伝染病を防止するのに、使われるようになった。センペストが発生した1910年秋に、 中国の宮廷で働いていた五連徳による衣装は実験でバクテリアから使用者を守った最初の例でスペイン風邪でマスクが使われることに寄与した。健康管理に携わる人々による最初のマスク使用の研究は1918年に行われた。1940年代、寒冷者から作られたマスクは結核から看護師を守るのに使われた。 開発途上国では未だに使われ続けているが、布製マスクは、主として1960年代に不織布で作られた、現在のサージカルマスクにとって変わられた。2002年から2004年の SARS 発生の際のアジアや2014年の西アフリカエボラ出血熱流行の際の西アフリカで使われた。2020年3月、新型コロナウイルス感染症の流行に際して、 アメリカ合衆国アメリカ疾病予防管理センターは医療従事者が防毒マスクやサージカルマスクを手に入れられず最後の拠りどころとしてアメリカ国立労働安全衛生研究所で評価承認されていないマスクや手製マスクを使う必要がある場合においても注意を払うように呼びかけた2020年4月 CDC は無症候キャリアや 発症前の患者による感染が優位であることから、特に市中感染が著しい地域の食料を品店やドラッグストアのような社会的距離を維持するのが難しい公共の場では布で顔を覆うように公衆に勧告した。ありがとうございます。